はい、どうもです。セイドです。ジョンです。どうもです。今日の企画は、女ってすげえよなーっていうゲームどんなゲームですか？新企画、女ってすげえよなーっていうゲーム。どんなゲームだ女すげえの女の人ってこういうとこマジすげえよなーって言っていって、どれだけ他の3人のほんとすげえよなーを稼げるか。なるほどなるほど。音がみんなそう思ってるのかっていうのを確かめるゲームですね。そうそうそう、まあ、やってみようぜ。ちょっとやってみようぜ。やっぱ常日頃ね、いろんなところで女ってすげえよなーって思ってるんだよ。そうだね、節々で感じますよ。みんな共感かっさらっていけるんじゃないかって。そういうこと出していこうぜ。青木です。はい、それでやっていきましょう。はい、どうしたの？どうした？女ってさ、風呂上がり絶対いい匂いすんだよな。女ってほんとすげーよなー。これこれこれあ、すげーよな、まさにかった。いや、まあでもこういうことだよ。確かにすごいわけよ。いや、あれがほんますごいよ。幸せ感じるな。ほんますごいっす。なんであんな匂いすんの？そうなんよ。俺はね、風呂上がりに、なんか振ってると見てます。もう、洗うやつ以外におかしい。いいですもん、絶対な。フルーツの生の実よりもいい匂いする。そうなんだ。果実ってすごいじゃないですか。あれで虫とか動物に引き寄せて。あ、そうみたいな。それを超える。洗い流しにやる、その表面の皮。なるほどね。実ちょっとシュッシュッて果汁が。そう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 。果実ない。そう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 。だから柔らけんだ。おなかすげえよな。すげえよな。あやだね。すげえ。お、どうした？世界。あのさ、女ってさ、結構なさ、飯の量食ってもさ、絶対デザート頼むんだぜ。女ってすげえよな。いや、それマジでそうよな。これ分かる、分かる、分かる。マジでそうっすよ。まだ入るんやっていう。そう、なんか俺めちゃめちゃお腹いっぱいしてもう絶対入んないと思ってるのに入るんやって。分かります、分かります、分かります。なんで食えんのと思って。しかもなんかアイスなら分かるじゃないですか。まだ液体だから。ケーキ行くじゃないですか。ごっつい言って入らんって。別とか言うでしょ。それはデザートは別腹だからって言ってね。もうマジなんかそのご飯をおかわりしてて超食べんね、すごいねって言われてて、ご飯半分やったやつが次ケーキ半分ぐらいいっとったら、ちゃう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 、一緒一緒一緒って追いつかれた。すごいよな。すごいっすわ。てかさ、どうした？なんか女っていつでも唇プロンプロンなんだよ。女ってすげえよな。いや、わかるわ。あれ何？わかるわ。マジでやっぱもう違うんかな。なんか素材違うんかな。素材ちゃうな。ちゃうちゃうな。細胞がゼリーみたいなもんな。どうなっても、あれ作っても、俺言ってて思ったけど、男の唇の硬さ知らんなって。いや、そうだよ。だから僕比べてないから、俺らが一方的に女性の女いいと思ってる。いや、多分そうであってほしいですよね。多分比べないし、めっちゃ引き継げられるもんあるよな。なんかわかるわかる。いつの間にかキスしてもいつの間にか、ほんまにずっと吸ってたいもん。あのさ、どうしよう。昔さ、家族でユニバ行ったことあんだよ。でね、おかんがちょっとトイレ行きたいっつってトイレ行って、女子便でめっちゃ並んでんだよ。並ぶな。その間な、俺とおとんでもちょっとジュラシックパーク乗ってくるわ。おお、長いな。降りてきて帰ったら、まだ並んでたんだぜ。だから、え、ちゃう？違う違う違う。女っていうか、いや、確かに。あんだけ並んでるんや。違う、あの行列を見るために女ってすげえよなは思うよ、それは。そうね、それはそう、それはそう。ただ今のはただのお前のおかんのハートフルな小話。そう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 。それはお前のおかんってすごいよな。おかんってすげえな。ジュラが乗ってきたのに、どうせまだ待ってるお母さんを、それでも優しいお母さんすげえよ。そうなの、そうなの。認定力がすごいですね。これ誰も来ん時どんな気持ちなの？ちょっとこれ怖いな。ちょっともう置きに行こうかなと思った。俺もちょっと行かせてもらっていいですか？どうした？ね。Eカップって
1キロもあるらしいんだよな。女なってすげーよいや、すごいな。すごい、すごい。いやすごくない？1キロ、E で1キロもあんねらしいよ。調べたの、俺これを。めっちゃ重いな、マジか。だから E の前もまあ、800グラムとか。ここについてるわけよ。1キロはすごいな。重いぜ、1キロ持ってぜ。だって、俺はずっと500ミリのペットボトル2本こう持って歩いてるってことでしょ。めちゃくちゃ重いじゃん。なるほどな。すごい。これだからやっぱあれやね、2人でこう前後に座ってたら後ろからこう支えてた方がいいな。男はね、こんな支えてらしい気持ちとかじゃないって、ちゃんと支えなあかん。そうそう、だからあの彼女の荷物持ったるわ、いや、そうそうのテンションで、あ、思った、父持ったるわってやってくるべきなんやな。普段だって一人で持って誰にも頼めないわけだから、一緒にいる時ぐらいはほんま常に支えてあげるぐらいの気持ちがやっぱ男は。そうだろ、その通りやな。いや、これ、そうっすよ。そうだろってすげえなぁ。そりゃゲームやな。楽しそうな。シクロも早くあの気持ちよさを。いや、そうそうだ、すんごい気持ちよさ。気持ちいいよ、揃った瞬間。うわだから女ってさ、生理ってあるじゃん。あれお腹の内側からナイフでチクチクされてみたいな感覚らしいぜ。女ってすげえわ。けどこれはマジでこの動画始めてから知りましたよね。すごいこと戦ってきてたことに。これを普通に1ヶ月に1回とかのペースで普通に1週間とかあるわけでしょ。そうそうそう、もう生きてるだけでもうありがとうよ。そうそう、それってほんますごいなっていう。すごいっすね、人生の4分の1ぐらい。そうってことでしょ。それはさ、男はね体験しないわけやから。しかもそれで怒られたことなくないですか。そうなのよ。あ、しかもお母さんとかそんなのあんま見せへんかったしな。そう、それを理由にブチギレてきてたら、あ、そうなんだってわかるけど、ない。いや、そうなんよ。だからなんか前動画でその話を聞くまで俺たちが全然それに気づかないぐらい、そんなヘビーなことに世の女性はそれを隠しきっているというか、そうそうそう、俺たちに見せないまま言っているというのがすごいですよね。そう、いや、そうだ。あれでさ、普通にさ綺麗なワンピースを着てさデートに来てくれるわけやん。それ辛いのにさ、それすごいよな。かっこええなっていう。俺らだけでも優しくしてあげたいですよね。さよなあのさ、どうした、どうした、どうした。なんか俺たちも結構デートとかすんじゃん。するな。で、女の子ってこうおしゃれな格好で来てくれんじゃん。あの、ヒール履いてる子たちさ、靴ずれで皮剥がれるまで痛いって言わないんだぜ。女ってすげーよなー。すごいよね、ヒールすごい。これね、ヒールで靴ずれしてファッションとかっていう話じゃなくて、あれね、男やったら皮めくれる前にちょっと痛いって言うんですよ。わかるわかる。なるほど。だからサンダルとか履いてて、ここの間なんか切れた時ってもう僕らはヒリヒリした段階で「ちょっとごめん痛いわ」って言ってまうんですよ。デート楽しみのデート中なのにな。でも女子は春まで待つんすよ。絆創膏貼るまで我慢しきるでしょ。あー、確かに皮めくれちゃってんすよ。すごいな。すごいな。家とか帰ってからさ「え、すごいやん」っつって「めっちゃ痛かったわ」、あ、これで全部終わるんやみたいな。そうなんよ。飲み込むじゃんって。すごい言わんかったんや。そう、飲み込むじゃんって。あ、なんか痛いのに強いよな。強いですね。ほんまに痛みに強いんかもしれないですね。でもね、経験もねたくさんしてるからこそ、でもさ、めっちゃいいよ。心の痛みにはそんな強くないんだぜ。よく書いたわ。よく書いた、よく書いた、よく書いた。よく書いたな。どうしても言いたくて。ちょっと欲しがりすぎたな。そうっすね。そうっすね。メンタルもちょっと強かったりするしな。そうそうそう。結局、俺らより強いし。大人だよね、女性の方が大体男より。俺らどこで勝てばいい。いや、ほんまやな。いや、そうやねんな。女ってさ、なんかデートの時ハンカチと絆創膏を持ち上げてる子もいらしいぜ。女ってすげえよな。ら
しいぜ。いや、なんか見たことないんだ。え、なんか、いや、あんだなんか、なんかちょっとすり傷見た時に、はい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 、なんか絆創膏とか、うん、あ、絆創膏あるよって普通に言うやん。めっちゃ言いますね。持ってるわけがないじゃん、男がそんなの。男がもう、だから俺結構感動しちゃって。確かに、なるほど。ハンカチとか持ってないから、うんうん、そうですね。ハンカチ持って、絆創膏持ってみたいな。届けに来てくるんでしょ。ね、ハンカチの絆創膏も、絆創膏の、絆創膏持ってます。あんまソータルはあんまあれやった、ね、そうですね、僕だけあれやったんですけど、うん、その童貞の時にね、絆創膏持ってる男はモテるって聞いて、大学1年から4年まで、ね、俺ずっと最初に絆創膏入れたんですよ。絆創膏持ってた。いつでも出せるからって、かっこいいけど、かっこいいけど、言われてたんで、ちょっと、いや俺もやってた。あ、なるほどね。やっちゃってなって。そうたろうってすげえよなー。これで成仏しない。持ってて一回も使わなかった絆創膏が今成仏しました。よかったです。カピカピの。カピカピのシラシラの。てかさ、まあそもそもの話になっちゃうんだけどさ、女ってさ、俺らを産んでくれたらしいぜ。女ってすげえよなけど確かにそうだ。でもそうじゃない、確かにそうだ。ってことはそもそも女がいなきゃ俺らいねえってこと。いや、そうですよ、確かにそうだ。ほんとだ。ここにソファーだけあれだけやったんや。そう女がいなかったからここにソファーだけあれだけやったんや。たまに風が吹くって。たまに風が吹く。あとサイレンが鳴ってな。そう、サイレンが鳴ってる。渋菓子のチャンネル登録数3です。そうや、確かに、そうや、見てくれてる人もそうなんですね。そうそう考えたら、そうよ。うわー、けどそれはおかんなんよなあ。おかんがすげえって話。一人だけずっと乗っけたらおかんがすげえよなやつ。じゃああるよ、女の子。ちょうだいよ。女ってさ、ヒゲ生えないらしいぜ。いや、さすがにそんなことはないよ。え、生えるよ。こんな生えんやろ。いや、まあこんなには生えへんけどさ。まあ夏も覚えんでいいんすよ。いや、毎日そらんで夏もしてる人によるよ。子供の口喧嘩の口調になってるよ。こんなには生えんやろ。まあな、顔とか、ギャランドゥとかはなかなかないかもしれないですよね。だから、いかにその素敵な女性を選んで見てきたかってことよ。まあ、確かにね。それも努力してくれてるらしいぜ、女って。そんなってすげえよな。そういう意味ならそりゃそうやろ。何発撃ってくんだ。何発撃ってくんだ。欲しがりすぎて。手上がるまでしたくないよね。そういう意味ちゃうからな。けどさ、なって、汗も唾液もうまいんだぜ。なんて女ってさ、みんな聞こえてなかったからもう一回言うけどさ、汗も唾液もうまいんだぜ。そういうことか。聞こえたけどよ。それは、ごめん、それは俺が浅いだけかもしれないけど、お前だけやね。お前だけやわ。耳もだぜ。女ってすげえよな。ばっかりとった。耳はうまいよ。耳はうまいよ。耳はうまい。すごくない？男のって考えただけで耳だれを出す。まあそれはそう。汗とよだれを飲みましょう。確かに。なんか美味しく感じるもんな。美味しく感じるでしょ。桃天と一緒なんですよ、ほとんど。天然水な。桃天然水な。久々に聞いたもん。桃天って言葉を。こういうここぶりの桃天。確かにうなじとか桃やもんな。いや、桃やもんな。産毛とかも生えてるから、だからもう舌触りからなんか全部もう桃、全部桃。女の子って桃ないよ。女っていう品種の桃ないよ。あれは女ってさ、好きな相手だったら失敗しても可愛いって言ってくれるらしいよ。女ってすげえよな。あ、確かにそれはそうかも。あれだよ、すごないっすか。嬉しいわ。確かに、ダサくても可愛いでな。つまずいて転んでも好きやったら可愛いって言ってくれる。確かに母性よな。母性あるな。何しても生きていけるよね、女の様ならな。許容範囲すごいな。いや、そうなんすよ。結構器大きいというかさ、男ってだんだん器大きくなっていくやん。確かに確かに。でも女性って結構最初からキャパ多くない？割と早いっすよ。早い、大きくなるタイミングが。だからすごいなと思いますね。確かに大人だよな、やっぱ。
はい、ということで、はい、もうちょっと新手のゲームをやってみたんですけど、いや楽しかった、楽しかった、このショーはクソ楽しい、楽しいねまあこういう部分すごいなって、ほんま純粋にすごいなって、うん、音がこういうとこすごいなって思ってたことだよね、つまりはね、いろいろあったな、ほんま気づいたか分からんけど、うん、はぁ、女ってすげえよなー。